藤宮。インポスさんだけを藤宮か。そりゃ。はい、ナイスー。ナイスー。ナイスー。いいボタン。南さん、なんか今弁当立ってましたよね。あ、でも竹尾さんも一緒に立ってました。いや、誘われたんで。誘われたの。ちょろいな。いいな。他もやっとりやろ理論ですね、今の。一番ダメなやつよね。あの人もやってたからいいじゃん。あの人は怒らないのに自分は怒られるんですかっていう。慎太郎さん結構クルっぽいですね。うん、もうちょっとみんな真面目にやってほしいですね、みんな。そうですね。ほんと真面目にやるとダメだよ。弁当の上なんか立つのはほんと無駄にないよ。てか、みなみもタスクしっかりやんないとダメだよ、みなみも。どうした？めっちゃ怒られてるよ。超いいですよ。インポスターでしょ？いや、でもこれって無駄にある行動っていうふうに聞きました。あ、誰から聞いたんですか？誰がそんなこと言ってたんですか？オレンジ色だった気がするんですけど、ちょっとそこまで細かい様子まで覚えてない。細かい様子ちょっとあの桜さんのスキンちょっと変態チックな。確かに嫌だ。この間言うな。嫌だ。いいだろう。オラック。変態だろこのスキン。ずっと見えるねこれね。普通に見える。ちょっとロックオンします。見えるねこれね。オラックこれはもうロックオンです。ピピピピピピ。気持ち悪い。帰り討ちされるかもしれない。帰り討ちだし。なんかシーム入ってんだ。なんだかシーム入ってんだ。よくわからん。出てみました。おちゃみん、これ南マンコス。どうしようかな。南マンコス。ちょっとデバイキッチンに置こう。エンジンないかな。エンジン分けがいいな。エンジン分け。オッケー。一、ち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 、しょうがねえな。おお、はい、はい、ハゲランス、ハゲランス、死体位置は分かんないんですけど、メインホールの通路、アーシスの前ぐらいでレポートが光ったんで押して、魚さんですこれは。10秒前には、ゲンさんは死んでたんだけど、魚さんは多分超直近な気がする。超直近じゃないかもしれない。10秒以内。10秒以内は絶対そうです。僕、魚さんと一緒にアーカイブに行って。停電前にコックピットにいました。うん、ゲンさんは、キッチン脇。残して出ました。ゲンさんを。で、とりあえず僕目線、魚さん切るの白だけ出すと、マシャカリさんと南さんが多分無理です、僕目線で。あ、そうだね。俺も、それは南も後ろ出せる。はい、マシャカリさんの後ろ宿舎前通路と金庫室にいたから最後で、慎太郎くん特殊カメ通路のダウンロードでいたから、慎太郎くんのセルフだったらすごいやばいと思ってる。僕めちゃめちゃ怪しい位置なんで先走ってほしくて、はい、アーカイブで魚さんからずっと追いかけられてて、僕はずっと逃げてたんですけど、その間に僕はシャワーの タオルタスクを全部拾って、でその後に戻ってきた時にレポートって感じなんですよね。どこに戻ってですか？シャワーの全部拾い終わってからバスタル入れるところに戻った時に、だから多分僕がタオルを拾ってでメインホールに抜けたってなるんかな、魚さんが。慎太郎くんってどこから来ました？僕はエンジンから行ってます。チミヤカメラ見てたから映ってないっす。エンジンの前どこから来ました？エンジンの前は宿舎前のダウンロードをマシャカリさんとやってます。
そうですね。あとコミュと武器庫の方から僕と二人で慎太郎くん来てるんで。はい。高田さんってエレキから右に抜けました？抜けた。変わった。じゃあ高田さんは絶対無理で、うん、高田さん視点も、魚さんキルが直近ということで僕は無理だということになんないかな。どうだろう。難しい。あ、上がね、上がってたら分かんないかな。リソースでもね。うん。原産キルの方が僕詰められると思ってるんですけど、コミュサボを直した後のキルだと思うんですよ。うん、でその時にいたのが武雄富士宮南万ぐらいだったんで、その後の行動を洗えば、なるほど、詰められると思うんですけど、結構南マン怪しんでます。原産に関しては南マンか。やべえな、エレキに行ったことにするか。原産キルってあれですよね、コックピット。ああ、あれ麺屋さん、麺屋さん、目標攻撃右で停電直しました。今回南マンはできないな。はい、できない。南、慎太郎、マシャカリ、そう、この3人無理です。今回は、ずっとあのやばかもしです。僕は今エレキからメインに入ったところです。これどっちの話します、今回と前回。まあでも初日の原産がやっぱ目撃が結構あって、じゃあそっちにしましょうか。コミュサボが治った後に原産がコックピットに入っていくのを見てるんですよね。はい。で、南マンからの情報が、コックピットにいてタスクをやった後に原産とすれ違う形でコミュニケーションエンジン宿舎前って行って、たかりさんたちとそこで合流してっていう感じです。うん、合ってます、うん、一応、はい、で結構一緒いたから、はい、そうですね。チントのマシャカリって白取り合います？ゲンさんのキルですよね。あ、それはいける。そうそうそう、うん、ゲンさんキルはいける。それは取れる取れる。ていうか、ん、ほぼほぼ魚さんキルも慎太郎くんじゃないと思ってるから。あ、だったら多分竹尾南万富士宮の中にはゲンさんキルいると思います。じゃあオラフくんが、うん、オラフくんが魚さんは結構濃厚かなと。そっち側の人物が届かないんだったらになっちゃうから。高田さんも麺屋さんから白出てるんで、ほぼ隠し白で高田さん置いていいかなと。うん、まっしゃかり慎太郎、高田さんはもういいんじゃないかな。富士宮南武雄は左側でもう死にしちゃってるの？ずっと死にしちゃってる。コミュサボ治ったあたりに、その3人プラスゲンさんがいたっていう感じなんで、そのなんか心電図情報があったじゃないですか。あれってコミュサボ治って何秒ぐらいってました？なんか10秒前には、はい、っていう。富士宮カメラの方に行ってカメラをずっとつけてたんですが、誰も見てないっていう情報は出してますけど、っていうのを考えると、うん、多分左側に人間がマシャカリ慎太郎以外いなかったと思うんですよね、僕ら3人以外。うん、あれ初日ってリポート誰でしたっけ？慎太郎。あ、慎太郎さんか。メインの方は誰か指定できる。これ僕入れたのは誰ですか？富士宮入れてます。慎太郎入れました。慎太郎さん、OK です。はい。あれ、あー、バイ
バイタルが出せます。9から10秒前にはもう死んでました。今回に関してはオラフ君はかなり厳しいかなと思います。セキュリティでカメラ見てたのを藤見は確認してます、うん、10秒以上は見てます確実に。高田さんはカメラでアーカイブ貨物で停電直した高田さんですよね。僕ですね。で僕が直した時に後ろに高田さんいた。その後アーカイブで武雄さんずっといたのを見てるんで、キルは難しいか。南マンってどっかから白取れる？と。あでも違うか。10秒え、どのタイミングで亡くなったって言ってたマシャカリ。あ10秒以上前にはもう死んでました。以上前か。以上前か。かカメラ見てた人。ほら福君。僕です。僕がずっと見てました。武雄さんは昇降機左、はいはい、左右に行きましたよね。アーカイブからそうです。うん見てます。宮村さんはシャワー側に抜けていきました。はい、抜けました。マシャさん、慎太郎さんって見てませんか？見てないっす。あれなのか、シャワーで一緒にタオル集めしてたのってマシャカリさんですか？あれ。いや、僕シャワー今回行ってないっすけど。あ、シャワー行ってない。あれ、なんでその高田さん、高田さんってシャワーいました？いた。その時慎太郎もいたし、藤山もいた。そうですよね。で、マシャカリさんも、マシャカリさんはシャワー入ってない。入ってないで。で、南さんってアーカイブどっちから来ました？アーカイブ昇降機側から来ました。昇降機側から。はい、ああ開いてた開いてた開いてたんじゃない？あ竹は来たかあれ？竹は来たのか？下は開いてなかった。どうしよう。今回オラフ君は。オラフ君無理じゃないですかね。そうだからね。いやが一番濃いくて時点南マン。ああ皆さんまあ初日で南マン今回は結局この2択はずっと変わんないんだよ、ね、そうだねずっとそうっすね。えオラフ君って僕の白は出せません。最後このキリに関してはアップロード難しいっすね。慎太郎さんがどこに行くか、うん、僕は南マン入れますか。僕藤宮に入れます。南マンか。入れます。えうわあやばい。ごめんなさい。どういう生まれ方した。僕藤宮に入れました。僕は南前でコミサボ行きます。やばい。アーカイブ開きます。アーカイブエンジン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 。じゃあこれタイミングを任すか。まだ行ってないよなこれ。オッケーオッケーオッケー。藤宮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 。あナイス。なるほど。いやー投票割ったのが。いやごめんなさいね。いや俺も藤宮入れた。まさか藤宮。いや申し訳ない。僕が南さんに入れちゃいました。左に2色だったね。あ、そっか、この2色か。そう、だから武雄さんが白だとまだいいんですけど、武雄さんまで狼だと話してますね。お見事です。いや、これは申し訳ない。左側2色ってことは、ベント使ってキルしました、メインは、多分。あ、僕メインって、コミサボ僕が直したんですけど、そのままメインに断室で残り続けて、キルしました。なるほど。なるほど。あそうか。僕が、展望デッキからコックピットにいたゲンさんをキルしてます。素晴らしい。キルだった。いや後半のね藤宮くんのキルが素晴らしかったですね。ねえ、うまかったですね。いや申し訳ない、僕が高田さんに票を合わせるべきだったな。いや俺はねマシャに合わせたから、マシャがね多分ね最初に藤宮って言ったから。そうっすね。結構南マンだったらもっと情報出したらよかったんですけど、きついなと思ってたけど確定じゃなかったから。うん、まあマシャカリさんと高田さんはほぼ隠しろ位置だったから、うん、そこに合わせるのが良かったのかもしれないね。まあでも難しいよね。説得できたらよかった。いやー。いや、素晴らしいキルでしたね。